再開していくぜ。さて、前回この雪の町、雪の町？外のユーステルムの町のイベントをこなしたというところでございましたが、今回はランスね、行ってみましょうか。全然町の人に話しかけてないんで、なんかイベントあるんちゃうかと。町の西に西王様を祀る西王町？西王宮？ありますよーと。西王の指輪、間違えた。西王の指輪が手に入るイベントがあったような、なかったような？一番大きい建物が西王家です。ヨハンネスの妹アンナは気立てのいいしっかり者、結婚申し込む男は多いのになぜか結婚しないのよ。アンナね。あいにく姉は寝てますね。君のこと。あ、あなたがアンナ。はいはい。アビスゲートのこと。いいよ。アビスゲートのことは私がお話しましょう。お、兄さん。試食によってアビスゲートが開いたのは事実。父が試食の前に行っていた天文の観測と試食後の私の観測を比べてみると、星の位置にズレが生じている。古い書物を調べてもゲートの力が星の位置をずらすのは確かです。星の位置っていうか、この、自分たちが住んでるこの惑星自体がずれてるってことなのかな。ズレは小さくゲートの力はまだまだ弱いようです。しかしゲートから流れ込むアビスの力はこの世界に混乱をもたらします。アビスの魔族どももゲートを大きくするチャンスを狙っているでしょう。できる限り早くゲートを閉じなければなりません。ゲートは伝説の通りの位置にあります。すなわち、ユーネイのゲートはロワーヌのタフターン山に。アウナスのゲートは南方のジャングルに。ホルネウスのゲートは聖太陽に。そしてアラケスのゲートはピドナの魔王殿に。これが私の天文と書物の研究による成果。あは。そのためだけに降りてきたの、あの人。寝てなかったじゃん、今。最強術、最強術について。西王様から伝う最強の術が4つあります。しかし、アビスゲートから流れ込む魔族と力に邪魔されて使うことはできません。使うことできないとね。合成術。それぞれ違った3人の術師による合成術があるらしいのですが、詳しいことは分かってません。あ。オーロラ、あ、間違えた。オーロラのこと。今はオーロラは出てないわね。そうですか。さっき元気に会話してたじゃん。さっきめっちゃ意気揚々とさ、試食について語ってくれたやん、それ。寝るの早。寝るの早、それ。下は？誰かおるな。ここの倉庫版。アンナさんがこの倉庫を使ってくれ。はぁ、あ。なんか一個ぐらい入ってたりせん？何も入ってねえわ。しょうもねえな、お前。ていうかさ、あのさ、あなた、ここで暮らしてんでしょ？君のこと。二人暮らしでしょ？ベッド一個しかないんだけど。ベッド一個しかないんだけど、あれね、え？添い寝してるってこと？二人で一緒に、一人ずつのベッドで寝てるってことなの、アンナさん。あららららら。いけない関係を垣間見てしまったかもしれませんね、それはね。こっちは？西王家、西王様のご子息が代々住んでらっしゃいます。そうですか。ユーステルムの町があるよ、そういった。こっちは？お、誰かいるね。ようこそ、声が裏返った。ようこそ乱世。私は西王家の現当主。そんだけか。町の西にどうのこうの言うてたような気がしたけど、左側に行けばいいんか？詰まるところ。です。明るいうちは寝てばかり。さっき意気揚々と試食について語ってくれたけど。さて。敵とか、で、ここダンジョンだっけ？まるで覚えてない。あれ？ハリード。ヨウ！ヨウだけなんだ。仲間にならへん？仲間ならへんのか、これ。ならへんのかい、それ。敵出てくる系だったかの、まるで覚えてないの。ん？王者の試練です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。試練受けさせてくれてもええんちゃうか、どうなんや。なんかフラグ立ててこないとダメなんかな。ん？お。んで、左側？こっちも試練かいな。人がいる。入らせてくれない雰囲気？ハリウッドの試練です。
ダメ。まだあれかな、フラグが立ってないって感じなのかな。ハリードさんとどうこう話をしてどうにかなる感じでもないよね、きっとね、これね。ヨーしか言ってくれないし。ヨー、はい、そうですか。王家の指輪はまだ手に入らない感じかね、これ。この感じ。だいたい全員に話しかけたよね。王家の指輪の話をどっかで聞いてこないといけないのかな。フラグっていうか、ちょっと待って。ちょっと、うろちょろしまーす。とりあえずこれやるか。千オーラムでアマスやる。出発来て。え？こういう感じ？いきなり？徒歩で？いや、船とかで。うわ、野党が、バッコして、野党がバッコしておるが、これ。大丈夫なんでしょうか、この道。そんなに強くないと信じたい。か、どうじゃろうか？あ、満パンで落とせない。あれ？そこそこ強いぞ。ダメージ通してくる。いや、結構強い。割と強い。割とヒットポイントあるぞ、こいつ。ふむ？ゴブリンよりはさすがに強いということか。よし。体術は使いたいから、このまま、体術使いは一人確保しておきたい感じはあるな。なんかあるときたい。雇おうか。うわー、いっぱいいる。ふぅ、なんか今、三日月とオツの手に入れたな。デミルーンが使えるやつか。お、抜けた。これで千オーラムか。やったぜ。ヤーマス着いた。今のヤーマスは解決ロビンの話で持ちきりよ。解決ロビンとか名乗る奴がうちの商売を邪魔するもんです。困ったもんです。はーん。ここの店は何？道具屋さん。うわ、白銀の剣。欲しい。攻撃力25ってさ、またファルシオンより上がるじゃん。デミルーンが使えるけど、欲しいな。ちょっと、おいおい。そっちは、じゃあ何なんだよ、右はよ。出口じゃないって言われたけど。どこにでもいんな、あのお嬢ちゃんな。ロビンはドフォーレ商会の邪魔ばっかりしてるんだ。どっかの商店に雇われてるんじゃないか？ふむ？ドフォーレさんもこんなにボロ屋に千オーラムも出そうって言ってるんだ。金もらって出てったらどうだ。お金はいいんです。おばあちゃんが寝たきりだからこっから出ていくわけにはいきません。そうかい。じゃあばあさんたちは俺たちがばあさん運んでやるよ。やめてください。遠慮するな、フォーレ。やめろ。お、ロビン。老人をいたぶるとは許せん。ロビンだ、逃げろ。ロビン様。おばあちゃん、どっから逃げてったあいつら。あんな奴らもう二度と近づかせないからな。ありがとうございます。なんて俺を言ったらいいのか。君たちが幸せならそれで十分だ。さらば。ちょっとカッコつけすぎね、カタリナさん。辛辣。ロビン様。ちょっとカタリナには響かないんだな、ああいうのは。ロビンかっこいいなぁ。さて、ここは？1万オーラム。ああ、銀行ね。5000オーラムほどカード。まあいいわ。とりあえずいいわ。ここは？白銀の剣が欲しいんだ。Sストックここで売ってんだね。騎士の。騎士系揃えてもいいけども。ドフォーレ紹介がなかったらヤマセやっていけないよ。パブー。ロビンってもう早速仲間になるんだっけ？いらっしゃい。ドフォーレ紹介は金儲けのために相当悪いことまでやってるらしいよ。まあ、どこにでもいるな、僕にでも構わないく。なんか情報？何も特別なことはないっすか。そうでやんすか。宿屋は？千オーラムくれたの、そういえば。もらってるんかな、これ。くれてるっぽいけど。下は？あ、ヤーマス出ちゃうんだ、もう。右側は行きたいな。右側行けないの、あれ。この右側。お姉さん邪魔。右側どうにかして行けへんのか、あれ。行けへんっぽい雰囲気を醸し出しているが、ちょっと待って、どっかから。行けないな、これな。上は無理、どうやって行くんだよ、あれ。ロビンの話で持ちきりようならばいいんだけどさ、左側は船かい？船か。船ではないな。港？開かない。開く。
大丈夫なのか。この草は麻薬の原料だぜ。だから金になるんだろうが安心しな。誰も見ちゃいねえよ。私が見てるわ。お、はははははは。天に散る地知る、ロビン知る。麻薬で人々の体と心を蝕みながら、己はぬくぬくと大金を得ようとは許せん。クソ、まだロビンか。助けて、あいつに無理やり頼まれただけなんだ。あいつがどこの誰かも知らないんだ。お前の船の船主はドフォーレ商会だよ。やはりか。ロビン、何者かしら。せやな、気になるな。んで乗るかい。あ、ピドナ駅か、ここは。ロビンイベントが着々と進んでいるが、進んでいるが、どうやって進めるんだったかのこれの。ドフォーレ紹介ね。どこかで話がつながりそうな気がするけど、うろちょろしてみないとわからんか、これ。お、なんかイベントが起こった。みんな聞いてくれ。これをヤーマスの街は自由の街だ。ドフォーレ紹介の街じゃない。それに奴らは聖王様が禁じた麻薬の取引もやってるし、モンスターとも手を組んでるんだ。何言ってやがるんだ、ほら。わー、ボコられてる。ロビン様早く来て、ライムが殺されちゃう。ロビンは来ないの、私たちの出番ね。お、ははははは。来たー、太っちょロビン来たー。太っちょだな、これ。違う？普通のロビンか、これ。太っちょだよな、こっち。アグリンの模様かかってこい。微妙に、微妙な強さ。この微妙な強さ、いいなー。押されてる、押されてる。助けに行こう、助けに行こう。意外とやれた。みんな勇気を持つのだ。私はいつまでも君たちの味方だ。さらば。あー、ロビン様。ではロビンと名乗る銅像、奥法によって裁く。有罪。有罪と認める。火炙りだ、火炙りにする。でもその前に正体を見せてもらおうか。ロビン様、どうにもできん。お、本物来たな。この世に悪は栄えない。行くぞ。本物来たな。お疲れ様にせ、ロビンさん。どうなってやがる。ロビンが二人ともこの手は仕方ない。先生方お願いします。わあ、モンスター。今度こそ私たちの出番ね。さて、ロビン戦ってくれてもいいんだよ、一緒に。お前どっから連れてきたこの魚。地上だぞ、ここは。ここは地上だぞ。どうなってんだ。強いかな。とりあえず全力で行くけど。ミスんのかい。毒撃。どんぐらいぐらい。17。そこまでではない。サミン、ダークになれ。ダークになった。勝ったも同然だな、これ。コンコン。弱かったわ。うん、ね、連戦だと。連戦は想定してない。まあ、じゃあ脳天割りとかでいいか。猫魂サミン、意外とダークになる。ただの雑魚敵か、こいつら。ミスんないでよ、そこ。まあ、ダークになってるからもうもはや敵ではなし。意外と打撃痛いぞ。56も食らうの。ダークにしたのに。よし、どんどん体術が上がっていきますな。ほん、終わった。唐突なんだよ、ワンドは。これ確かどっかでロビン仲間にできなかったっけか。そんな気がしたんだが。ロビンかっこいいなー、かっこいいなー、なんだけど、どっかでロビンが仲間にできたようなギャス。一回セーブして。うわ、ガッキー。どっかでロビンが仲間にできた気がするよ。ここら辺なんか出てきたり しなかったっけ。そういう、なんかランダムでどっかに出てきたような。違ったか。ちょっとじゃあ、うろちょろしてみるぜ。よし、来たー。いやー、君たち私でお役に立てるかな。仲間がいっぱいだったから、出現しなかったっていうことだな。仲間にする。やったぜ。謎大きいヒーロー。やったー、ロビン仲間になったー。これはもうあれだな。使ってこう。これ、メインキャラで使っていくつもり
モリモリなんですな。ということでロビンにはエストック装備させて、不動着、とりあえずこれで、あとは回復アイテムとか持たせてあげたいところですが、あとどうしよっかな。一旦トーマス外してもいい気がすんな。アーメントゥーム買ってあげたもののだけどよ、ウォードさん強いから、ウォードさんは使ってしばらくは戦力揃うまでは使っていきたいところではある。そうすると西王殿にいたハリードもこれ仲間にできそうだな。誰か一人キャラ仲間外していけばいい気がしますね。ということでちょっと仲間どうしよっかな。トーマスかな。一旦トーマス外して、西王殿の方行きまーす。ふいーす。お、仲間にする。普通に仲間になったな。ハリード、ハリードさん、あなた前回全裸にしてもうたからまともなもん装備してない感じ。とりあえずこれで、あとあなたに盾とか持ってきてよかった。盾とか持ってくればよかったな、今更だけど。とりあえずこれハリード仲間になったことによって試練いけないかな、ちょっと確認してくるか。ダメでございましたな。ということでお前お金くれよ。あ、今度は2000オーラまでファルスへ。いいよ、着いた時点でこれお金もらえてんのかね、わからんけど。やっとわさわさおるな。ハリードさんの実力ちょっと見せてもらおうか。これ白銀の剣ちなみに買ってきました。パンチ、あれハリード、あー5人目か、なるほど。スクリューいろいろ覚えてんな。またどう、フェイントで攻撃でいいか。ストックの力を見せる。159、結構いいダメージ出る。誰かの代わりにハリードを入れてもいいけど、ロビンはもう最終メンバー確定してんだな。そうなるとどうかな。体術、技で決めていきたいなって今回思ってて、とりあえずカタリナさんは剣使いたいと思ってます。で古剣はロビンいるでしょ。で体術一人入れたくて、あと斧を入れたいんだな。斧、あと1キャラ何を入れようかというところですよ。剣、古剣、体術、剣、古剣、体術、斧。お、ひらめいた。アクセルスナイパー、いきなりいいわ。いきなりいいの、ひらめいてくる。周期砲、いいね。剣、古剣、体術、斧ときて、あと、体験かな。体験か、いきなり極意ゲットしてる。体験か、そうね。術使いも入れたいところなんだよな。でも体験も入れたいな。体験って結構かっこいい技が多かった気がすんだよな。お、ひらめいた。巻き打ち。ちょっとそこはおいおい考えるか。術使いは術使いで必要だった覚えはある。が、あるが、そうね。右は？なんもないこっち。むしろ右が正解だったか。お、着いた。これで2000オランか。あ、もらえてるっぽいな、2000オラン。ファルス。前来たね、ファルス。なるほど。もう一回戻ったらこれ、なんか違う。もっとお金が欲しいでやんす、あっし。もっとお金が欲しいでやんす。あ、もう終わりかい、これで。なるほど。というところで、今回は、この辺にしておきましょうか。はい。今回、ロビンが仲間になったということで、楽しくなってきやがったぜ。ということで、また、次のパートでお会いしましょう。またね。